それではただいまより第67回と言ってもいいのかな2017年と言ったほうがいいのかまあどちらでも意味が通じると思いますが後ろに書いてある通り税理試験の回答速報会とりあえずですね募集論の方から始めたいと思います。仮にです今私が話しているのは 東京のど真ん中の新宿レックの L タワーというところで話しておりますあ先に挨拶ぐらいしておかないとええー、の担当はレック税理士課の、えー、並木と申しますので下の名前までいっちゃおうかな並木秀明と申しますはあすっきりした、えー、皆さんはすっきりしていないかと思いますけれどもだいぶお疲れかと思います そこで何が言いたかったかと言いますと「簿、え、記、ー、論と」と、まあ、これ全国でね聞いていらっしゃるということで、えー、論ととと両方方受けられたいいいう方も多いかと思います、えー、すると両方聞く方はですね最初の言うねぎらいの言葉は同じですので、えー、講義と同じです。 もう講義は同じこと繰り返し繰り返ししつこく講義してますね私は。というのと同じようにえ同じことを聞いていただくということになりますがその辺はご容赦願ってスタートしたいととと思いいまますすでは早速募金論ということになります皆さんお持ちだと思います。 これですね僕も持っております。えー、67回まあ表紙だけは回数が変わるだけで中身が毎年変わると、えー、そして今工業こうやって回答速報をする前の簡単な 物語を言っておかないと、まあ、言っておいた方が話が通じやすくなりますので実を言うとこの問題入手ダミーの受験生またあの各こういう出版をしているですね出版社はその特権でもちろん不正はできませんよ。あの日商募金検定でも税理士でも。 会計士でも試験が終わると受験生が終わったと同時に問題だけは入手できるとでそれを待って私は問題を見てだから実言うとまあ簿記論はともかく代表は今講義をしている30分前に <laughs> 問題見たばかりとで僕簿記論もですね、えー、見ていい時間帯というのがありましてねたった今問題見たばかりまあそんなことで 申し訳ないんですけどね、完全な回答を速報会にならないかと思いますけど、ボーダーラインだとか、えまた今回優しかったのか難しかったのかどの辺がポイントだったのかっていうことだけはお話できます。それから私の立場で言っちゃいけないことがあります。ここ解けなきゃダメだよなって急にザックバランの話になりましたけど、それはあの人によって違います。得て増えて。 だから、それはもう言わないことにいたします。だから、客観的にこれは聞いていただくことにします。そして、出版社にいただきあってね、全国の情報が一気に来てるんです。多くの受験生がツイッターという形でですね。今年の試験について、いろいろな意見を、もう出しているわけです。 一問がどうだった、委託販売がどうだった、合併がどうだったとかね、そういう話を交えながらお話をしたいと思います。で、回答速報であの完璧なことができないということで、ちょっとレックの宣伝をさせていただきます。もう疲れは3日後ぐらいに来るんですよね。だから強制はいたしませんが、 もう今更っていう人もいるかもしれませんが一応徹底検証会なんていうのを13日日曜日にちょうどお昼頃に母材ともやりますで、その時にね、えー、ゆっくりと言って解説解答の、えー、母材と回答ですかどうやって出したかっていうような説明をしたいと思いますしたがって今回は回答速報会っていう短いね 40分弱ぐらいの時間でざっくばらんとしたお話で大変申し訳ないんですけどねそういう話をしたいと思いますでは早速募金論もう中身について語る必要はないわけです私より今聞かれている人の方がよく知っているわけですからしかしながら私の方は情報が多いんです。全国的にででききたかかないか っていうちょっとねちょっと回答を言うんですよでその時にね「やっちゃったよ!」っていう人いたら「いいんですよこの試験にパーフェクトはないんですからだから間違えるのは間違えたでいいかと思いますえプラス思考で言ってくださいあったらあったよしここで得点できたぞぐらいでね だからなるべくいい今日これからの夜が迎えられる程度のお話にとどめたいと思います、えー、あまり気にするとぐっすり眠れなくなってしまいますので、えー、とは言っても第一問、えー、問,いの第問の問いの1は委託販売でしたねで あのちょっとね後からゆっくり見ると「えこれ税理試験なの?」ってね早期法を除くということで簿記検定には早期法ありませんから、えー、そして仕分けが後ろの方に問題に書いてあるそこに金額を入れるでこの金額を入れる問いのちょっとマイクはハウリングしておりますが。 ちょっと小さな声でしゃべりますあの指定勘定科目はねありましてねえそして問題2に1番2番3番なんてね、えー、問題答えが回答用紙もね1番2番3番4番5番というふうに問いの置書いてありますけどこれざっくばらんにいます答え書いてきた人はねあの気になっちゃうので 例えば「丸さん前受け金って入った?」とかねあんまり言わないようにします言っちゃったでそういうのが気になってしまうんですよね当日はだから詳しいことは言わないように金額はでもあのこっそり聞きたい人はまあ聞いてもいいんですけれども一番一番ぐらいいってもいいのかな275万円だったかな でもねあ,のあんまり今急いで電卓打ったんですで急いで電卓打ってもあの私の能力でもできちゃうくらいの問題だったんですがでも自分で電卓叩いて気が付いたことがありますこの問いの1の括弧1結論から言うと全体的にこれ時間かけているとこれは優しい難しいで言うと難しいです。 だから完璧である必要は絶対にありませんのでですから今ちょっと一つ答え言っちゃいましたけどいくつか合っていればいいと思いますこのぐらいにさせていただいて問いの1の括弧1はあっ言っときますけど大変申し訳ないんですけど第3問まで全部読みきれませんでした感想は言えますのであとでボーダーラインも言います そういう形で聞いてください1問2問までは全て電卓叩けましたですからまあ、正確じゃないにしても答えは私の手元にすごい汚い字で書いてありますそれを元にして詳細に言わないようにして解説をしております、えー、結論は問いの1括弧1全体としてはこれ一部覗いちゃった方が良かったのかもしれません そういう問題ですただ挑戦して書いてきたことは悪いことではないと思いますそれから第二問がねあごめんなさい問いの一の括弧に三分法の三分割法って書いてありますけどねそれから早期法の決算整理仕分けというのがありますこれ答案用紙がね小さな字で書くと三行から四行かけるんですよね これ言っちゃっていいのかな。でガクってした人はそんなところは合気に関係ないからっていう形で聞いてくださいね。あの今のところ個人的な回答です、えー。詳細に読むと違うかもしれません。でもあの今のところっていうことでつい力入っちゃうんですね、えー。今のところっていうことで聞いてください。 あの三分割を一般商品があれば決算整理でね仕入れ繰り賞繰り賞仕入れなんていうのが始まるわけです。で原網評価損とかね、えー、決算整理ですからところが一般商品のお資料を見つけてもないんですよね。で委託販売ちょっと自慢話していいですかこれ受験雑誌でね今年は委託販売だと。 その都度法と期末一括法の比較が出るんだとで雑誌に書いたんですね早期法までは外れましたけどその都度法は絶対に決算整理はするな仕分けなしだぞというふうに強調したわけですねだからこの資料で見る限りは仕分け不要なのかなっていう。 ででも行が多いんですよねだからあの今聞かれている方は「私は違う回答を書いた」「徹底検証会まで正確には待ってください」「今私の一見での本当の10秒20秒の話です」「その都度法だから引っ掛けで仕分け不要なのかな」っていうことですね。今度は早期法 あの早期法は一般商品売買も未着品でも古い格問ですね委託販売でも今時実務でやってないのなんで出すんだよっていう気持ちで問題,で問題を解きましたこれ期末商品出してやるとね、えー、20万円だったかななるのかなそれ、えー、とね仕分けは借り方が積送金で貸し方が指定勘定科目がありますよね簿記検定なんかだと商品売買益なんですけどね ここでの指定勘定科目は積層金販売ということになるんでしょうねこれも厳密には定かではありませんから答え言っちゃったところは定かではないけれども今のところ私の回答速報会のお話であるとこれはね結論は非常に答えを書くのに勇気がいる答えですね。では それから今今話したのは委託販売の積層品の話でした次に問いの2へ行きます問いの2はキャッシュフロー計算書レックと私の宣伝をさせてくださいレックの当連でも今年はキャッシュフロー計算書だろうということで で私は受験雑誌にキャッシュボロ計算書が出たら今年は直接法と間接法の比較だろうなんていうこれは何月後だったか覚えてませんけれどもここはレックと私の宣伝のための場ですのでレックの特に宣伝をしないと怒られちゃいますから。 あのレックで言っているものとえ私が言っているもの同じだということでちょっと写しちゃおうかなこれ雑誌なんですけどねさっき言った「簿記論」ちょっと結構書いてあるでしょあの特殊金売買ねカップ販売と中心って書いてあるんですけどこれ委託販売なんですよでキャッシュフロー計算書なんですでなんとここに合併株式交換 あ読んどきゃよかったのにっていう人がいるかもしれませんね。えー、時々当たるんですよ、えー、というようなことでレックも同じ当連の問題を当然に使っているわけですでこのキャッシュフロー計算書の詳細な回答これは言ってもなんですからもしチョンボがあると悲しい8月8日の夜になってしまいますから。 一番最初の「一で突っこけちゃうとねなんか嫌な感じですねでも「一で突っこけてもこれ拾える問題が多いんですよねだから簡単なポイントだけお話ししておしまいにしたいと思いますあの「一これねあの気が付いた人もう今受けあのいらっしゃる方は期待してきてると思いますので簡単にねあの僕だってこの「一を解くためには売り上げ喧価だから 商品の資料がなきゃなってねで期末がないするとね関節法の方に期末の増減額が書いてあるとかね、えー、そういうところから、えー、損益計算書の「当期商品仕入れ高」これもね関節、えー、法の方じゃなくて直接法の方の回答の商品の仕入れによる手術なんていうところから逆算ができるようにじゃう。 買いかけ金だとか期初期末ここからね、えー、求められるように問題が作ってありますだある種一番時間がかかるのかもしれないのが一かもしれないとで一でだから詳細な回答はやめときますが、えー、でもそこを使ってね解けるとこのキャッシュフロー計算書はまあちょっと言い過ぎですけど もう電卓だけけで答えがいける問題なのかもしれませんねただ気をつけなきゃいけないのはね当連等でいろんな当連等でやってる、ね、経過勘定前払い費用とか未払い費用これは営業活動によるキャッシュフローの増減額が下位支払い額受取額とかね間接法の方は増減額が書いてありますけどね営業活動のものに限るということでしたよね。 ですから利息関係に関しては含めないようにするという、まあ、これ以上言うと気になって気になってしょうがないということで、えー、ある種間違いがいくつかあったとしても、えー、このキャッシュフロー計算書は試験員の先生がねぐっと変わりまして、えー、受験生思いの試験員の先生になったのかななんていう気がしないでもありません。えー、でもね 時間のこととをもううちょっと考慮しししてほいいなっていう気はします結構この辺で時間食っちゃいますからね。で、キャッシュフロー計算書はおしまいにいたしまして、あさっき言ったのね、あの7ページの、利息は営業活動じゃないですよということを言いたかったわけですね、えー。第2問へ行きたいと思います。第2問は、ご存知合併の問題でした。 で合併の問題に関しては合併の問題に関しては、えー、第2問仕分けけを書かななきゃいけないこの仕分け欄がね全くの借り方貸し方欄がありますけれども白紙って言えば白紙ですよね。で 小さな字で書くと何行書けるんだろうっていうことなんですがこれを正確な形で正解になった人は勘定科目も含めて受験生多々ある中で何人いるかっていうくらいできなくてもいい問題だと思います。特にですねもう会計基準通りでないというね あの今回の問題が、試験員の先生が採点していて、全体的に優しかったと思われたら、罰になる、しかし、意外とできていない、チョンボが多い、そう思ったら、勘定科目は何でもいいから、金額さえ合っていればいいっていうような形で採点の対象にしてくれる。これ何かとというと ソフトウェアを機中で引き継いだ場合識別可能資産ってありますよね。でこの識別可能資産という意味は三座講義で聞いてるかと思いますけどね、えー、こういうやつですよね。男女が結婚するときに炊飯器が2つあるどっちか捨てなきゃいけないまあ結婚は合併みたいなもんで。それれと捨てられた方は 識別引き継がないってことですね。で捨てられなかった方があじゃあ自価評価このぐらいか識別可能資産ということになるわけですね。で合併した会社がですねソフトウェアの研究長だったわけです。で会計基準の改定でソフトウェアのまだかかる会計基準のままなんですねそれが3回改正が2回改正がありましてねソフトウェアを開発中の会社が 研究開発費は発生時費用処理でしょでも研究開発中だった場合だけは期中は続けていいということでねあの仕掛かり研究、えー、すいません確定研究勘定とか使うんですよででも実務課の方からですね金額50円ですけれども実務課の方から、まあ、実務の方の会社の方から どうせ期末になったら発生時の費用処理になって費用になるんだったらソフトウェアは仮勘定だっていいんじゃないかって質疑応答があったんですねだからあの会計基準通り言うとねすごく重箱の隅の科目を使わなきゃいけないこれを採点箇所にするようだったら全滅だと思います知ってる人ほとんどいない今この教室の中で、まあ、これは教室っていうと東京の 新宿のエルダーですけど、まあ、全国でっていうとね会計基準詳細に読んでる人っていないと思います私以外企業研修ではよく使うんですよだから覚えてるわけですでも普通は知りませんよだから、えー、合併の問いの位置はほとんどみんな厳密な採点をしたらゼロ。だからあんまり時間をかけて戦わない方が良かったのかななんてね、えー、まあ 感情科目思いい出さないしでも何か書いてきたっていう人がいたらあの「簿記論」という試験って代表はある程度ね合格合否自分で「お勝ったかな今年は」ってねでもやっぱり今年は落ちたかなってなんとなく分かるんですねで簿記論っていうのは全然分かんないんですよね。 今年受かったんじゃないかなって言っても自分のミスが発見できなくて,ってまた採点箇所が違ってね不合格だったり今年ダメだったよって報告があってねそして12月にねどんな顔をして電話してくるのか分かりませんけどねよく電話があるんですそして「何でお前は財布やってたのに募金受かるんだ」って「在庫が落ちて」なんて不届き者が出てくるわけですね。いうのは 合否がわからないっていとうことですねだからあのそういうのが問いの位置なんかがそうなのかもしれませんね仕分けに順序の関係なく採点してくれるかどうかあの部分採点をするのかまたは全体が合わないと採点にならないのかこれはあの私もわかりませんし今聞かれている方が夜悶々と考えてもわからないことなので、えー、まあダメだったと。 そういうつもりで聞いておいていただければと思います。それから問いのに問いのには一言で済ませたいと思います。よく問題を読みましたでねかつてこういうことがありました平成26年だったか27年だったかなで25年もそうでしたね。検定の2級の級ような 減価償却の仕分けを累計額と直接法間接法と直接度法で仕分けしろ当座預金の仕分けを当座借り腰を使う方法と一貫乗性と二貫乗性ですね両方対比して仕分けをしろ、まあ、金額は伏せてありましたから税理試験らしいんですけどねところが問題よく読まないでチョンボをした人がいますケアレスミスですねですからそこはじっくりと それがよ大変よく似ているのが問いのに、えー、問いのにはあの個人的には問題読んだ通りが答えになりますで逆にこういう人が出てくるわけですこれはもう終わったことなんで軽く聞いてくださいね「税理試験だからこんな優しいわけがない」で余計なことは電卓打っちゃうで逆算しなくていいのに逆算してたとかね、えー、それで間違えてしまうっていうのは あの自分がそうしていたら他の人は違う場面でそうしてると思いますので試験は平等だと思いますのでまあそんな形で問いのにはあの結果論としてね言ってはいけないんですけれどもあの素直が一番だったのかもしれませんね曖昧な答えですいません、えー、そしてね問いのには仕分けをする私の金額は分かってるんですがちょっと伏せておいた方がいいかな最後に40ってついたような気がします。 すいません <laughs> すごく気になるようなことを言って、はい、ここいっちゃっていいかな答え保険会社からすでに退職した人への年金支払いこれね今年の試験の先生第1問第2問ね作る先生違うでしょ結構話し合ったんじゃないかなと思うんですね いつも喧嘩しながら作ってるようなねだって同じ問題が出たりするんだもんねだ今年の先生は話し合ったんじゃないかなとつまり問題の作り方がそっくりこれは仕分け不要じゃないかとっていうことですよねこれ仕分け不要って書くのものすごく度胸がいりますよねよって言っちゃった答えあの心配する人がいるから確信がないけど仕分け不要じゃないかなにしておきます 鳥井のさんへ行きます。鳥井のさん、もうこの辺来るとね、意外とあのステモンを作らない限り挑戦できちゃう問題ばかりなんですね。それと時計見ると。 うわーもう60分過ぎちゃったよっていう中での戦いになるかと思いますでしかも暑いさなかの夏の試験ですから相当ね、えー、エアコンが効いていて暑くもないのにこの辺から汗が出てくる状態の時に解いてるんですねすごくよくわかります自分もそうだったからあちょっと自分のこと言ってみますとね僕が税理試験を受けた時ね試験会長エアコン効いてないんですよちょっと恥ずかしいけど 恥ずかしいってそんな時代にそして「はい始め!」って言うと時々何人かのおじさんはパチパチパチってやってましたからねそろばんですよそしてボールペンはポタポタ落ちてくるしねインキが「インク」って言わないでね試験は「インキって書いてありますよね本当にインキですねえ <laughs> ちょっと冗談言いながら第3問へいきますえ第3問はご存知新株の発行 解説抜きそれから株式交換に関する仕分け株式交換ですから株式交換の仕分けはねあの仕分けの形を覚えている人は借り方関係会社株式原則は貸し方資本金しかないわけですねところが問題の指示で資本金とする額が指定されておりますのであとは金額だけの問題だ仕分けの形が合ってた人はきっと救われているんじゃないかなと。 思います金額はちょっと伏せておきます気になって気になってしょうがなくなってしまいますので,でその他別個でねあのその他有価証券評価算額金の金額とか繰越利益剰余金の金額とかね純資産のどうせだったら純資産の合計額金額聞いちゃったら他聞いたってしょうがないのにっていうふうに思いながらこれ試験員の先生の老婆心だと思います。ここに間違えても 大丈夫だよよっていうような形でですねでこれもあの難しく考えないで解くとできたのかもしれませんね。で最後にここで個人的には自分で解いていて僕はねいい加減にお風呂と同じいい加減にいい加減じゃないでしょいい加減に回答をついあのく。 簿記いい論はねちょっと早めに問題もらったのでいい加減に解いて合ってるかどうか分かりませんよ今日の解答速報は、えー、しかし1時間10分ぐらいかかりましたということは受験生は第3問を50分で解かなきゃいけないで多くの受験生今いる人は過去すごく過去問解いて嫌な思いを感じている第3問は50分じゃ無理だ と言いながら第3問に行ったらいくつかの問題を除いてね「え今年こんな読みやすいの?」っていうねするとあのちょっと曖昧に終わることになりますけどあの意外とね一部を除いて「お全部書けたよ」みたいなね50分で間に合っちゃったみたいなあの一部を除いてですよそういうような問題の読みやすい 言いい方変えると採採点点者が採点しやすいただねいつも僕は言ってますけど問題を第三問を解くときには必ず全部めくってから解いてねって一番後ろに「5TB」が出てくるからでその時に番号に金額を入れないと答えにならないからっていうことですねでその番号に金額を入れるための仕分けが例年に比べると比較的仕分けしやすかった。 ただし一部を除くということですね。その一部が人によって違いますから言いませんけれども、その一部を除く捨て物を作ると意外と確信を持って埋められるところが多かったのかなと思います。で最後に一言言います。あの個人的にはこの問題は例年に比べると少し優しめだったと思います。ちょっと脅かしていい優しいとね。 いいつもじゃないでしょ「あお優しかった」って言って合格率がが超えた年年平成25年なんですもう合格率も全部頭入ってるんでところがすげえこれ難しかったなっていつも例に出すのはもう昔の平成11年の在京なんですけどねあの当時1時間経つと出られたんですでみんな出てきちゃったんです <laughs> こんなの無理ってとくとこない理論も連結が出たりこれ在京の話です。 簿記論行ったら実務で感情科学みんな知らない解けるところはないで続々出てきちゃった第3問の計算もできなくてそうしたら過去最高合格率でした過去の最高合格率ってとその当時ね14.9%今当たり前の合格率ですけれども、えー、よって何が言いたいかというと難しい年が合格率高くて優しい年はね試験員の先生が 決められた通りの採点をするから逆に合格率が低くなった年があるんです。で、今、えーって怯えちゃう人いるでしょ。ところが平成25年、今税理士不足。マイナンバーになって、なおさら、国税庁、税理士増やしたい。期待しましょう。つまり、あの、優しいと普通に採点する。だから、底上げがない。 だから60点取らなきゃダメそれほどの問題じゃないです結構ミスが出る問題ですどういう配点してやるか分かりませんけどねだから今ごく普通に単純に採点して個人的には半分取れてれば合格するんじゃないかなと去年の回答速報を言いました45点取れてればまず合格って今年はちょっと5点上がったかなとそれでもまあそんな試験だったような気がします でこれも言ってきます、徹底検証会、これは私が募金のほうやりませんけれどもあの60点とか言っても、まあ、聞かない方がいいのかもしれませんけどこう聞かないいでください今、第一印象というのはものすごく大切で多くの人が受験雑誌等でツイッターがありましてね難しかったとっいう人が3割7割の人が比較的優しかった。そして ごめんなさい6割の人が比較的優しかった1割の人が何だと思いますやりーっていうね <laughs> っていう人もいるわけですねその「やり」がちょっと怪しいとこなんですけどね何が「やり」なのか分かりません、まあ、そういう試験だったということでねだから結論を聞いておいてくださいねそのために来たと思いますのでだいたい自己採点で半分以上取れていれば合格発表ちょっと長いですけどね 楽しみじゃないかなっていう試験だったと思います初、えー、めて講義始めてから35分ぐらい経ちましたということで簿記、えー、論の回答速報会をここで終了させていただきますもう本当に今日はお疲れだと思いますのでぐっすり休んでいただければと明日の仕事の人は申し訳ないんですけどね、えー、お疲れ様でした 終わります。